アメリカのアーティストが作ったんですけど、全部あの車のパーツでできているやつですね。この世界に一つだけのゴジラと言えるでしょうか。これどっちアメリカで購入されたんですか。いや、日本で輸入されてて、あるショップで扱いに困ってて買ってくださいって言われたかったものです。このなんかあのタイヤ の根元のとこじゃないのこれ。ああ、ディスクブレーキですか。ディスクブレーキのなんかあのこうかホイールじゃないこれ。なんかホイールっぽいよね。骨盤というか、うん、ところになってるって。ここもこれは間違いなくホイールでしょうね。はい。お金入れたら出てくるガチャガチャの機械で、でこの辺はもうあの島の方のペンキ屋に転がってたやつなんですよ。でそれを僕が買って色を塗り直して蘇らせた。そうサンダーバードの後はキャプテンスカーレットというのがあって、はい、その後にやってたのがジョー90ってやつなんで、これはそうです、ね、あの眼鏡をかけたら天才になる男の子が子供のスパイになって悪をやっつける話です。へえ。